れた。今日もバイト忙しかったな。想像してごらんなさい。メジャーのステージには彼女レベルのバンドマンやアーティストがひしめき合ってる。少しでも躊躇すれば簡単に潰されてしまう。そんな世界にあなたたちは足を踏み入れたのよ。そうだよね。分かってたことだけど、チュチュに言われて改めて思った。これから私はそれだけ厳しいステージに立とうとしてるんだ。そのためにはロゼリアと音楽と今まで以上に向き合わないと。リサさん、お待たせしました。あ、ずいぶん支度に時間かかったね。いやー、新発売のクリームメロンパンにモカちゃんの心が奪われてまして。そういえば今日搬入されてたっけ。はい、なので夜のおやつ用にゲットしてたんです。そっかそっか、それじゃ帰ろっか。はーい。ところでリサさん、何かあったんですか？ん？何もないけど、なんで？バイト中も何か考えてたし、さっきも同じ顔してましたよ。ムムムって顔。してたかな？自分ではそんなつもりなかったけど。そうですか。なら、きっと私の勘違いですね。あ、そうそう、昨日部屋の片付けしてたらこんなの見つけました。なになに？あ、懐かしい。これ昔モカと撮ったキラプリじゃん。私がコンビニのバイトを始めたばかりの時に撮ったんですよね。覚えてる覚えてる。バイトの帰りにゲームセンターに寄っていろいろ思い出してきちゃった。モカ、私と初めてシフトが一緒になった時何話したか覚えてる？何でしたっけ。パンの話だよ。はあ、確かリサさんがお昼にパンを食べたって話をしてきたんですよね。そしたらいきなりパンのことをめっちゃ語り始めたからびっくりしちゃったよ。食堂の揚げパンに目をつけるとはなかなかやりますなって。最初はぼーっとしてておとなしい子だなって思ってたのに。私はリサさんの印象は最初から変わらないですよ。いろいろと気にかけてくれるいい人だなって。それとちゃんとパンの話を最後まで聞いてくれて最高。何それ。でもそこからだよね。お互いの友達のこととかいろいろ話すようになったのって。こうやって一緒に帰るようになったのもその時ぐらいでしたね。この景色モカと何回見たかわからないね。あ、そういえばリサさん来月のシフト出しました？まだだよ。モカは？出しましたよ。いつも通りって感じです。リサさんとどのくらいシフトが一緒になりますかね。多分少なくなると思う。ほら、事務所に所属したでしょ。そっちが結構忙しくて。ああ、なるほど。それじゃあ仕方ないですね。頑張ってください。モカちゃんパワーが届くように毎日応援しますんで。うん、ありがとう。そっか。バイトのシフトが少なくなるってことは、
こうやってモカと一緒に帰ることも少なくなるんだ。これから音楽の活動はもっと忙しくなる。その時はもしかしたら。リサさん？ごめんごめん、ちょっとぼーっとしちゃった。もう危ないですよ、気をつけてください。だね。仕方ないよね。その覚悟の先に私が見たい景色があるんだから。そうなんだよね。リサさん、私は一人でも大丈夫ですからね。リサさんのレジ打ち魂、ちゃんと引き継いでますよ。何それ、そんなこと言われたら寂しくなっちゃうじゃん。ありゃりゃ、ごめんなさい。ねえねえリサさん、山吹ベーカリーに寄っていきましょうよ。今から？帰るの遅くなっちゃうよ。てかクリームメロンパン買ったって言ってなかったっけ？いいじゃないですか、ちょっとだけなんで。モカちゃん一生のお願い。もう仕方ないな。いひひ、ありがとうございます。